エレン・ジョン・ソン・サー・リーフは、リベリア共和国の政治家。同国の大統領を2期12年にわたり務めた。選挙で選出された、アフリカ初の女性大統領であり、アフリカの女性国家元首としては、ギニア・ビーサウのカルメン・ペレーラ大統領代理に続いて二人目である。鉄の女とも呼ばれている。また、同リベリアの女性国家元首としては、同じ統一党に所属していた。 暫定政権のルース・ペリー国家評議会議長がいる。アメリカ合衆国のジョージア州アトランタにチャールズ・サーリー・フラ、4人の息子や6人の孫たちがいる。1938年にリベリアの首都モンドビアにおいてゴラ族とアメリコ・ライベリアンとの間に生まれた。祖父の一人はドイツ人である。1948年から1955年に モンドビアのカレッジオブウェストアフリカで経済学を学んだ後、17歳でジェームズ・サー・リーフと結婚した。その後、1961年にアメリカ合衆国に渡り、ウィスコンシン州マディソンのウィスコンシン大学マディソン校で学ぶ。コロラド州のコロラド大学ボルダー校で経済学の学士号を得た。そして1 9 6九年から1七十一年まで、 ハーバード大学、ケネディスクールで経済学と公共政策を学び、修士号を得た。大統領就任式でのエレン・ジョンソン・サー・リーフ・アメリカ合衆国での学業を終え、リベリアに帰国後は、ホイック島のウィリアム・アール・トルバート大統領の下で、在庄になる。しかし、1980年にサミュエル・ドー・グン率いるハンアメリコ・ライベリアンの部族出身の軍人らが、 軍事クーデターを起こして、トレバート大統領を暗殺、アメリコ・ライベリアンのホイッグ等は崩壊した。1984年に、同は自ら、リベリア共和国大統領を宣言した。また、同は、トレバート政権の何人かの高官を処刑しているが、サーリーフはケニアに逃亡することに成功した。1983年から1985年の間、彼女はナイロビで、 シティバンクに勤務した。その後1985年に一時帰国した際、同政権に対する批判をしたために、自宅監禁の下に置かれ、刑務所での10年の刑を宣告された。しばらくして解放された後、再びシティバンクのナイロビ支社に勤務し、ワシントン DC の赤道銀行でも活躍した。リベリアでは1989年に同政権に反旗を挙げた。 チャールズ・テイラー率いるリベリア国民愛国戦線が内戦を起こすと、はじめサーリーフはテイラーを支持していたが、その後は NPFL と一線を画した。1990年9月9日、NPFL から分派したプリンス・ジョンソン率いる分派勢力が銅を捉えて処刑した。その後、リベリアはテイラー、ジョンソン、銅の残党等の多くの武装勢力が争う。 内戦に突入し1996年まで続いた。テイラーは紛争ダイヤモンド疑惑で悪名高かったが、内戦後の1997年に、各国監視の下で行われた選挙では75%もの得票数を得て、新大統領に選出された。内戦時代の1992年から1997年には、サーリーフは国際連合開発計画に職を得て、 アフリカ局長を務めた。1997年にリベリアに帰国して、前述の大統領選挙に立候補し落選したものの、当選したテイラーに次ぐ10%の得票を得た。新政権が生まれたにもかかわらず、テイラー大統領では国はまとまらず、再度の内戦が発生した。2003年の内戦が終結するとテイラーは国外に亡命した。 和平後の2003年の選挙では、サーリーフは有力な候補者として議論に上ったものの、結局多くのグループは中立的な立場であったジュデ・ブライアントを暫定大統領として選んだ。彼女はブライアント政権で国家再建任務のトップに就任している。その後の2005年の選挙においては、対抗馬である元サッカー・リベリア代表のジョージ・ウェアに挑戦して、 積極的な選挙活動を行った。選挙結果については一連の混乱はあったものの、2005年11月23日に勝利宣言して、リベリアの大統領に選出された。2006年1月16日の大統領、就任式には、コンドリーザ・ライス・アメリカ合衆国国務長官や、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領のローラ・ブッシュ夫人などが出席した。大統領就任後は、 国民優和のために、野党の政治家を複数閣僚に任命しただけでなく、アントアネット・サイエ財務大臣のような、有能な女性閣僚も何人も寄与した。汚職を絶対許さないとの公約を実行するために、制度を整備する等の努力をしたものの、自身の兄弟が汚職疑惑で閣僚辞任するなどの不祥事もあり、汚職を完全に撲滅することは、難しい現実であった。 49億米ドルにまで至った国家の海外債務を削減することに努力した結果、その後へ債務品根国としての債務の削減が国際社会に認められた。また、内戦に係かかる真実和解委員会を設置したところ、かつてのテイラーとの関係によって彼女自身も厳しく報告書で名指しされることとなった。アメリカ合衆国や中華人民共和国との 外交関係や地域周辺国との関係においても、その関係強化に努力した。1期目の2011年10月7日には、同年のノーベル平和賞受賞者に選出された。直後の大統領選挙第一回目投票では43.9%を、得票、11月の決選投票では90.7%と圧勝し、再選を果たす。しかし、 貧困対策が不十分であったとの評価も存在する。憲法の多選制限により2017年の大統領選挙には出馬できず、ジョゼフ防海副大統領が統一党より立候補した。しかし選挙戦中に防海と対立し、選挙戦中は対立候補のジョージウェアを支持していたとされている。防海は12月の決選投票で敗れ、2018年1月14日に、 統一党は選挙戦中の行動を理由にサーリーフラを除名処分とした。ありがとうございます。